カイザー・チーフス FC は南アフリカ共和国北東部の都市ヨハネスブルグのソウエトに本拠を置くサッカークラブである。チーフスが創設される前年の1969年ソウエトのオーランドパイレーツでは一部の選手たちが経営陣と対立してクラブから追放されていた。自身もかつてパイレーツに在籍し当時は NSL a のアトランタチーフスでプレーしていた。 黒人のカイザー・モタウングは追放された選手たちを含むカイザー・クシーというチームを結成し国内各地でフレンドリーマッチを行った。カイザー・チーフスはカイザー・クシーから発展する形で1970年1月7日に公式にクラブとして創設された。クラブの名前とエンブレムにはモタウングがプレイしていたアトランタ・チーフスのものが採用された。 1974年に最初のリーグ優勝を果たした。2010年6月現在、リーグ、ネドバンクカップ、テルコムノックアウト、MTN8 のいずれにおいても優勝回数の最多記録を有している。2001年に初の大陸タイトルとなるアフリカンカップウィナーズカップに優勝し、2002年にはカフが主催するアワードにおいてアフリカ年間最優秀クラブに選ばれた。 愛称のアマコシは、ズールーコでチーフスを意味する。オーランドパイレーツとの国内に大人気クラブによる、ソウエトダービーの盛り上がりは、世界的なビッグマッチに被験すると言われる。2010年には新本拠地、アマコシスタジアムが完成し、自前のスタジアムを所有する南アフリカ共和国で、最初のクラブとなった。ありがとうございます。